一目で気がつくなんて、さすが師匠。師匠のために用意してきたものなんだ。これまで先生にはわがままを言ってばかりで、ちゃんとしたお礼はできてなかったし、迷惑をかけちゃったから、感謝の気持ちというか。初めて作ったからあんまり味は保証できないかも。こういうの私にはちょっと早い気もするけど、でも頑張ったんだ。美味しく召し上がってください。